天窓に映る影。大学一年生の夏、私は音楽サークルの合宿で、川口湖畔の合宿所に宿泊しました。他の大学二校との合同合宿で、そこそこ大人数だったんで、一部屋四人ずつの宿泊でした。宿泊場所は他の大学の保養所で、ゼミとか研修にも使われており、 そこの大学の人は、第13校舎などと呼んでいました。そこは音楽ホールも併設されていたんで、私たちの学校も便乗させてもらったんです。合宿は4日間で、昼間はそれぞれの担当楽器やボーカルの練習をしていました。最終日の夜、かなり多めの夕食を皆で賑やかに食べた後、 時間の余った人たちが、三三午後、音楽ホールへと集まってきました。周囲に、別の民家はありませんが、楽器を鳴らしていいのは、夜の9時までということだったので、それ以降は、皆、おしゃべりなどをしていました。そうするうち、一人一話ずつ、怖い話をしようということになりました。いわゆる、 百物語みたいなもんです。私はその時点で抜けようとしましたが、同じ部屋の子が皆ホールに残るというので、一人だけ部屋に帰るのもなんだか怖くて一緒に残りました。多分十五人くらいがその場にいたと思います。私のいくつか先の人がまず話し始めて、私の位置とは、 反対向きに話の順番が回っていきました。怖い話とは言ってもそんなに怖い話はほとんどなくて、よく聞く定番の階段や都市伝説、中にはギャグみたいなオチのネタもあったりして、全体的にそんなに怖い雰囲気ではありませんでした。しかし、四人目が話をしているとき、私は視界が チラチラしていることに気がつきました。電球が切れかかっているのかと上を見ると、ホールの天井の中央にある天窓が目に入りました。電気はトップライトのほか、壁にもキャンドル型のライトがついていて、ホールはまんべんなく明るく照らされていました。しかし、昼には何でもなかった天窓の様子が、 なんだかおかしいんです。よく見ると、窓の格子が半分黒い影に隠れて見えません。なぜ見えないのか不思議でした。手窓は周りをぐるりとトップライトに囲まれているので、影なんてできないはずなんです。変だなと思ってずっと見ていると、黒い影がスルッと動いて、天井を はうように移動し始めました。動物か大きな虫が入り込んだように見えたので、私はびっくりして、天窓が開いてる、と指さして言いました。両隣の人が驚いたように上を見た後、笑って私の肩を叩きました。やだ、うまいんだから、脅かさないでよ。 えと思って、もう一度見てみると、手窓は確かに閉まっています。隙間から、虫が入ったのかと思いましたが、虫にしては大きすぎます。そして、黒い影は消えていました。ごめん、見間違い、と、私は笑って謝りました。でもそのあたりから、部屋がなんだか、 薄暗く見えるようになったんです。ライトは全部ちゃんとついています。眠くて目が疲れてきてるのかと思って、そのまま動かず黙っていました。しかし、四人目が話し終わったとき、四人目と五人目の間を、さっきの黒い影がスーッと通ったんです。私はぎょっとして、 隣の友達をつついて、今の見たと聞きましたが、同じ方向を向いていたはずの友達は、何のことだかわからないという顔でキョトンとしていました。私はまた、ごめんね、何でもないと謝りました。何と説明をしたらいいのかが、とっさには思いつかなかったんです。 次の五人目が話し出しましたが、影のことが気になって、全く耳に入ってきません。やがて、五人目が話し終わると、影は、またスーッと動きました。そして話し終わるたびに、影が隣へ、隣へと移動していくんです。そして私に近づくにつれて、影がだんだん、 濃くなっているように見えました。しかし、周囲を見回してみても、話し終えた人の様子は特に変化はなく、みんな笑ったり悲鳴を上げたりしながら楽しそうにしています。あの影が見えているのが私だけなのなら、私がおかしいのか眠くて目が変なのかと思ってみんなの顔一人一人見てみました。 すると、私よりも、二つ後に、順番が回ってくる、他の大学の女の子が、横目で、影の色あたりを見つめながら、真っ青な顔をしているのが目に入りました。思わず私は、腰を浮かせましたが、ここで中座してしまうと、怖がりだと、笑われてしまうかもしれません。しかし、じりじりと、 影は近づいてきます。どうしようか迷いましたが、私の隣の人まで回ってきたところで、とうとう耐えきれなくなって立ち上がりました。ごめんね、ちょっとトイレ行ってきます。ねえ、S さんもでしょ一緒に行こうと、青い顔をしていた S さんに声をかけると、彼女は弾かれたように立ち上がりました。 そして私を置いて、先にホールを出て行ってしまいました。何人かの男子学生が笑いながら、連れションかよ、などと言ってからかいましたが、かまわず私も S さんの後を追って、急いでホールから出ました。部屋に戻ったかと思っていた S さんは、廊下の途中に突っ立っていて、私の方を振り向いて言いました。 ねえ、あの黒いもじゃもじゃの何、何私には、もじゃもじゃではなく、滑らかな、楕円形の影に見えたので、そう言いました。すると彼女は、全身毛深い何かじゃないあなた、入ってきたとき、指さしていたでしょと言ったのです。彼女も最初から、異変に気がついていたんです。 やはり最初は何か動物が入ってきたと思ったそうです。しかし他のみんなが気がつかないのを見て、これはやばいと思い逃げ出すタイミングを見計らっていたところ、私が誘った形になったとのことでした。トイレに行ってくると言って出てきたんで、戻るかどうしようか迷いましたが、S さんがもう今夜はホールには、 戻らない方がいいと固い表情で言ったので、他の友達には悪いなと思いつつ、そのまま部屋に引き上げました。その晩は、私にも S さんにも、ホールに残ったメンバーにも、特に何も起こりませんでした。翌日、キロは電車組と自動車組に分かれました。 私は電車で帰りたかったんですけど、自動車組の他の大学の OB の運転手さんの誘いを断り切れず、5人で自動車に乗り込みました。高速道路を移動中、激しい夕立ちに遭いました。スリップが怖いと言って OB の方はかなり速度を落として走っていましたが、あ 声を上げるのと同時に、タイヤがコントロールを失い、路肩の方にスリップしました。車の側面が擦れて、バンパーが取れかかってブラブラしていましたが、幸い、車道側に弾かれることはなく、過労死で車は止まりました。運転手は、冷や汗をかいて、皆の無事を確認した後、悪かった。 急に視界に黒いモップみたいなのが被さって、と震える声で言いました。他の人たちは寝不足が原因でめまいを起こしたんだろうと言って、助手席に座っていた別の男子が運転を変わりました。私は別のことを考えて顔を引きつらせていると OB の方が、 怖い思いさせてごめんね、と謝ってくれました。雨はもう闇かかっていましたが、私は、とにかくゆっくり行きましょう、と提案しました。自動車が破損してしまっているので、どの道ゆっくり走るしかなかったんですけど、交代した運転手の男子学生は神妙にうなずいて、残りの距離を、 のろのろ運転で帰りました。そうして、私たちだけ、解散場所に着くのが大幅に遅れてしまいました。OB と男子学生が経過を皆に報告している間、電車で先に着いていた S さんが、私を見て眉を潜め、こう言いました。あんまり、うかつなことをしない方がいいよ。 え私が運転していたわけじゃないんだけど。それでも私は、自分が黒い影を連れてきてしまって、事故が起こったのかと考えて、少なからぬショックを受けました。しかし S さんは、少し表情を緩めて、そういう意味じゃないの。わかってるでしょ危なかったね。と、いたわるように言ってくれました。 それで、昨夜見た黒い影、やはり気のせいではなかったのだと改めて思いました。それ以来、どこかに出かけるときは、なるべく電車を使うようにしています。たまにバスやタクシーに乗ることもありますけど、普通の乗用車には、なるべくもう乗りたくはありません。自称霊能者。 私ね、怖い話をするのが好きなんですよ。何人かで集まると決まって。実はね、こんなことがあったんだ。みたいな感じで、会談を始めるんです。で、自称、霊感ありってことにしてる。聞いている連中も、そんなことは本気で信じてはいないんだろうけど、なんとなくその方が盛り上がりますからね。 ある時、私の所属しているゼミと、他のゼミと合同で、バーベキューをすることになったんです。飲んで食べて散々騒いでいるうちに、だんだんと日が暮れてきて、そうなってくると、私の出番。まあ、いつものように、実はね、って、怖い話を始めたんですよ。一人話を得ると、 また一人が話し始めるっていう具合に大盛り上がり。で、何かの表紙に話がふっと途切れた時にこう言うんです。こんな話をしてるとさ、霊が集まってくるってよく言うでしょ実はさ、今来てるんだよね。ほらあそこ、木が生えてるでしょ今、その木の影から男がじーっと こっちを見てるよって。そう言うとね、皆一様に嫌ーな顔するんですよ。ネタだろそれって言ったり、中には本当に怖がっているのもいたりしますからね。まあこっちはそんな反応を見るのが楽しいんで、そういうことを言うわけですよ。そんなこんなでもう時間も時間だし、そろそろお開きにしようかってことになったんです。 お疲れ、なんて言いながら、めいめい、キロに着こうとしているときに、女の子が一人、こちらに向かって歩いてきたんです。見たことがない顔でしたからね。他のゼミの子なんでしょう。皆で話をしていた、一番端っこでもって、黙って話を聞いていた子なんですけど、その子、私のところに来て、こう言ったんです。 あなた、本当は霊感なんてないでしょって。もちろんその通りなんですけどね。ぶしつけにそんなことを言われたもんだから、こっちも多少むっとなって。どうしてそう思うのって聞いてみたの。そしたらその子。あなたさっき、あの木の影から、男がこっちを見てるって言っていたけど、そんな男、 どこにもいなかった。って、言うんですよ。そりゃそうですよ。あれは、その場を盛り上げるために、適当なことを言っただけなんですから。でね、その子、こう続けたんです。あなたの言っていた木には、そんな男はいなかったけど、その、二本隣の木から、女の人が逆さまになって、ぶら下がっていたわ。 その人、ものすごく怖い顔で、あなたのことを睨んでた。嘘つき、嘘つきって言ってた。その人ね、あなたについていくことにしたみたい。今、あなたの腰にしがみついてる。何するかわからないから、気をつけた方がいいよ。それだけ言うと、その子、さっさと帰っちゃった。私はって言うと、 そんなこと言われたって、どうすることもできませんよ。なんだあいつ、嫌なこと言うなって。怖がらせたつもりが、逆に、怖がらされちゃった。ねえ、相手の方が、一枚上手だったんだ。これは悔しかったですよ。で、その話、信じたわけではないんですけど、どうにも気になったんですよね。 だから次の日に学校に行って、もう一度その子に会って、話を聞こうと思ったんです。ところが、ゼミの連中に聞いても、そんな子は知らないって言う。えいたでしょ髪の毛がさ、これくらいの長さで、これこれこういう服を着てて、って。その子の特徴を説明したんですけど、やっぱり誰も知らないって言うんです。 他のジェミの学生にもみんな聞いて回ったんですけど、結局見つかりませんでした。あれは一体何だったんでしょうね。今でも真相は謎のままなんですよ。午後からのあなたの運勢を占う。午後からじゃんけんタイム。 それでは、皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうかじゃーんけーん。ぽん。私はグーを出しました。ですのでパーを出したあなた。午後から、パッパラパー、<laughs> パッパラパーちゃいかんね。パーっとタイムです。パッパラパータイムって言うと、ちょっとね、ね何の時間じゃいっていうね。でも、そういう時間も必要よ。<laughs> すいません。 でですね、ラッキーアイテムはラムネ <laughs>。あのラムネ。さっきね、さっきって言ったらラムネを食べてるんです、今。喉飴がダメになっちゃったんで、ちょっとあの、牛角さんとかも含めてね。ちょっとね、喉飴食べると、うってなっちゃうんで、もう、喉飴ではなくてラムネを買ってきてラムネを食べてるんですよ。ラムネ美味しいね。美味しいね。グッピーラムネふしシしわっていうね。 クッピーラムで、今回からね、まあ、全てにできるかはわからないんですけど、とりあえずお昼の朗読をですね、字幕付きにしていきたいなと思っておりますが、また皆さん感想を聞かせてくださいね。いや、字幕なんかいらねえよ。ええ、余計なもんつけんなよ。とかね。いいですね、字幕。あったほうがいいですよ。とかね。 皆さんのご意見を聞きたいなと思います。優しいご意見をお願いします。ええ <laughs> ということで皆様、おはなれンんでした。またねー。ナムネー